企業版ふるさと納税を活用して前橋市に500万円を寄付した新東村の自動車用品メーカーに感謝状が送られました。企業版ふるさと納税で500万円を前橋市に寄付したのは新東村に本社を置く四輪駆動車を中心とした自動車用品メーカーで海外ラリーにも参戦しているジャオスです。今日は前橋市役所で。 小川市長からジャオスの赤星大二郎代表に感謝状が手渡されました。ジャオスは2021年度から企業版、ふるさと納税を利用して毎年前橋市に寄付しています。市では、今回の寄付金を赤城、大沼周辺など赤城公園の整備に使用する予定です。小川市長は赤城山のこれからに向けて活用させていただきますと。 感謝の言葉を送っていました。赤城公園では、現在キャンプ場の新設やビジターセンターの建て替えなどが予定されています。ちょうど先月、あの赤城山のあの上の方に上がる機会がありまして、角満部ちっていうエリアだったと思うんですけど、時が止まってるというか、30年昔と40年ぐらい。あの時が止まってるような状態だったんで、まあ、ここ何年か前橋さんが。 そこを手こ入れされようとされているっていうところにはあの我々も何かできないかなというふうに思っております。